XP-31 スイフト XP-31 は1930年代にカーチス社がアメリカ陸軍航空隊のために製作した試作単用戦闘機。社内故障 XP-934 愛称はスイフト XP-31 はアメリカ陸軍戦闘機として初めて密閉式操縦席を備えたが一方 固定式主客と、挑戦付き主欲を持った最後の期待でもあった。その革新性にもかかわらず、XP-31 は、ライバルの P-26 に対して、いささかの優位も示すことができず、量産に至らなかった。カーチスは1932年の P-26 との競争施策に、XP-934 で臨んだ。 XP-934 は、支柱付きの固定式主脚を持つ、低翼単用の機体であり、初飛行は7月だった。アメリカ陸軍航空隊にとって、最初の密閉式操縦席を備えた、単座戦闘機である一方、固定式主脚と、朝鮮付き主翼を持った最後の戦闘機でもあった。小型の機体であったにもかかわらず重量は課題であり、 125ガロンの燃料を搭載した。カーティスは各種の新技術の導入が同時代の滝と比較して有利なポイントとなると考えていたが、XP-934 はすでに時代遅れであり、何より重要なことに試験において機体外れの性能しか示すことができなかった。700馬力の R-1750 サイクロン。 生型エンジンを装着した試作機は、可変全員スラットと大きな後円フラップを備えていたにもかかわらず、性能が芳しくなかったため、600馬力の V-1570 コンカラーエンジンに換装された。カーチス XP-31 スウィフトは、この形で1933年3月1日に納入されたが、すでに強作では、 P-26 に敗北しており、唯一の試作機も1935年に廃棄された。AB、ドードナルド1990、P60。ありがとうございます。